チャルフラ。はい、ということで、これから加トちゃんの家に突撃していきたいと思います。いらっしゃい。どうも、お願いします。できるからそのまま見てる。おお、今日のご飯は何ですか？今日インドだけど日本風のカレーを作りました。うまそう。なんちゃんも食べてってね。今回はチャログラ2期メンバー自己紹介動画ということで、加トちゃんにいろいろと自己紹介を聞いていきたいなと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ早速なんだけども、お名前を教えてください。どうも、加トちゃんです。いいね、よろしくお願いします。お願いします。加トちゃんは一番最初にチャラブラ一緒にやろうよっていうふうに言ってくれたメンバーですね。なんちゃんがバンガロール引っ越してきて、実は僕の上司がなんちゃんの YouTube 見てて、おお、ありがたい。で、なんちゃんって知ってるって言われて、実際にその時になんちゃんのことは知ってたけど、俺は YouTube やってるの知らなくて、で、上司に聞いてから YouTube やってるっていうのを知って、一緒にできないっていうのをお願いしたみたいな感じ。ああ、いやいや、ありがたい。めちゃくちゃ嬉しい。結構2017年から19年まで YouTube やってて、当時見てましたよっていうこと言ってくれる人が今でも結構いて嬉しいなと思ってるんで。いや絶対見てる。上司もその一人だったっていう感じですね。いやありがたい。そうなんだよね。次の質問ですが、出身地は？出身は広島出身で、学校もずっと広島で、俺大学は行ってなくて高専卒なんですけど、高専まで広島にいて就職で東京に出てっていう感じですね。なるほど、うん、じゃあ就活で就職して東京出てきてって感じですね。東京ではどこに住んでたんですか？東京で最初住んでたのは大田区に住んでて、蒲田の近くに住んでました、でそこから最初の新社員業みたいなところに募集したけど、その後も蒲田に近くに住んだりして、あ、羽田空港の近くとかに結構住んでたんで、ただインド来る前1年間だけ山手線沿いのウグイス谷駅の近くに住んで、ちょっとディープなとこなんだけど、住んでみると意外と良かったんで、家賃も安くておすすめですよ。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次の質問、趣味教えてください。あ、趣味はまあ今料理してるのも趣味の一つなんですけど、料理が趣味というよりはみんなをお家に招いてパーティーをしたりとか、まあ、ホームパーティーするのが結構趣味の一つかなと思ってて、まあ、確かに加トちゃんち結構金土日のたまり場になってる感あるよね。俺なんか毎週ご飯食べに来てる感あるもん。なんか結構固定メンバーが何人かいて、一番多い時とか誰かの誕生日とかだと十何人がね、そうね、家に集まったりするからね。確かに確かに、毎回ご飯を振る舞ってもらって、そうそう、まあおつまみレベルしか作れないけど。いや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 。次ちょっと真面目な質問です。これまでのキャリアを簡単に教えてください。はい、僕は今の働いてる会社2社目なんですけど、まあ、最初に働いた会社も東京でメーカーの子会社みたいなところで働いてました。でエンジニアをしてました。何系のエンジニアですか？工場向けのシステムを作るエンジニアをやっていて、まあ、ちょっと専門的なところになっちゃうけど、データベースを作ったりとか、まあ、プログラミングをしたりとかっていうのを最初やってました。でその後社内で転職をして、営業職もやってみて、でその後に今の会社に入社したのが2018年のようになってます。今の会社は今度メーカーの営業職になるかな。最初事業企画みたいなことをしてもらって、で2021年からインドに駐在になったっていう感じです。今じゃあちょうど2年目。そう2年丸々経って3年目に入ったっていうところ。海外赴任はインドが初めてですか？インドが初めてで、もともとうちの会社の制度で海外のOJT 制度っていうので、まあ、1年間だけ海外に行って、まあ、勉強するみたいなのがあるんですけど、それに応募していて。ああ、俺と一緒だね。そうそうそう。でただ英語とか全然できなかったから、まあ、まだまだ先の話だなって思ってたら呼ばれて海外行ってもらいます。おお。で、その行き先で。あ、なるほど。じゃあインドは特に希望していたわけではなくて、会社に言われて。そう、インド赴任希望ですっていうわけじゃなく、海外希望っていうのは出していて、その行き先がインドだった。うん、なるほど。最初にインドって言われた時の心情はどうでした？そうね。実はその赴任を言い渡される1年前に。インドに出張に来たことがあって、そのインドに出張してた時期に海外、東南アジアをいっぱい回って、で他のタイとかフィリピンとかインドネシア、マレーシアとか全部回ってインドにも来たんですよ。で、それを比べた時にインドが一番生活大変そうだろうと思ってた。確かにそう間違いない。その国に、まあ、駐在ってなったから最初はおおインドかって思ったけど、でもやっぱビジネスっていうか仕事として考えたらインドの今からの飛び方って多分他の国よりもすごいだろうし、間違いない。それでかなりポジティブに捉えて、まあ、いい経験できるだろうなみたいな思って、すぐありがとうございますっていう返事。おー、なるほど。じゃあ結構ポジティブな、まあ、ネガティブなイメージもあるけど、ビジネス的にポジティブにビジネスチャンスだと捉えて。インドに住んでみて、どうですか？ここはバンガロールっていう都市ですけども。さっき言った出張で来た時っていうのが、実はムンバイ、プネ、デリーの出張だったんですよ。かなり短い期間でそこを回った感じで、その時に感じた過酷さとか暑さに比べると、やっぱバンガロールすごく過ごしやすくて、気候がいいのが今いいなっていうのと、で僕が一番感じてるのは、周りのメンバーが、まあ、日本人のメンバー、インド人のメンバー両方なんですけど、すごく仲良くできて、まあ、日本に住んでるとありえないような、まあ、こういうなんちゃんとの接点とか、まあ、他者の人との接点が作れてるっていうのが、まあ、インドだけじゃない海外駐在のすごいいいとこだなって、感じてるのがもうこの2年間、ね。ああ、いいですね。まさにこの海外駐在員でのいいところの一つだよね。最後、今回チャロブラ2期メンバーに参加いただいたということですが、これからの活動に向けて意気込みをお願いします。はい、ちょっといつまでこの活動を手伝えるかもわかんないんですけど、まあ駐在員ですね。いつ気になるかわかんないからね。でもいる間にできるだけいろんな楽しいこととか面白いこととか、まあ、大変そうなこと、あと駐在員のリアルとかね、インドに住むリアルっていうのを届けれればいいなというのがチャロブラ全体の目標。だから俺もそれやりたいので、ちょっとインドでこういう料理するんだったらどうやって作るのかっていうのを。僕が個人的に発信できる。ああ、面白い。思ってます。結構インドの食生活ってカレーしか食べてるイメージがないかもしれないけど、意外にそんなことないからね。そうそう。いろいろやろうと思えばできることがいっぱいあるので、そういうところもお伝えできればなと思ってます。楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。じゃあこれからよろしくお願いします。アッキー、はい、どうも。起業されてるんですね。そうですね。社長さんですか？インドとか中国のこういいユーザー体験を提供しているこうサービスとかを探してきて。今日は動画を見てくれてありがとう。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、SNSのフォローよろしくお願いします。